信者たちが虫の言葉を待っておる。偉大な指導者としての姿を信者たちに見せつけるのだ。教会堂内の説教を行うといい。説教タイム。私は説教を行います。講談。わちょわちょ、ペンザプチョヘンザプチョヘンザ。じゃ、ヘンザプチョヘンザ。お前ね。あなたが力を得る源は信者たちの信仰心です。もうこれダメでしょこれ。説教を行うことで信者から力を吸収し、新しい教科や武器、呪いなどをアンドロックすることができます。忠誠心の高い信者はより多くの記念を生成してくれます。信者の数を増やし、その忠誠心を高めて新しい機能をどんどんアンドロックしていきましょう。忠実なる信者の心臓をいただきました。やったー、素晴らしい説教だったぞ。生まれつきの指導者というやつか。お主が選ばれたのも納得だな。教団を導きたいのであれば教場を宣言するといい。もう難しいわ言葉が。そうすれば信者たちはお主に従うだろう。古き信仰の知恵と再び向かい、戒律的のかけらを探すのだ。新たな教場を宣言するにはそれが必要だ。あ、いいよ。おっしゃー、行きましょう。ほら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 、なんか赤いぞ。ん？うわー、ちょっとムーブむずいね。なんだあいつ、攻撃のモーションが分かりにくい。え、今食らってんの？ちょっと分かんねえよ、おめえ。ぴょんぴょん跳ねてんじゃねえよ。何ぴょんぴょん跳ねてんだろ、おめえ。おっと、モグちゃん。まあ、たったらいい知らせだぞ。待ち受けし者が、お主に王冠の剣道を授けてくれるそうだ。え、大丈夫、大丈夫。これから倒した敵が神力を落とすようになる。こいつを集めることで呪いを使えるようになるのだ。神力とは異教徒を倒した際に得られる正義の怒りで、呪い使用時に必要となります。神力は敵を倒すことでドロップします。神力を集めることで呪いが使用可能となります。何やねん。わかりにくいわ。 MP でことかな。なんかここで今神力をたっぷりね、はい、集めておきましょう。来たぞ。空腹なる虫は餌を求め我らの肉体を食らう。だがそれは安全への対価である。だからこそ我らは持てる全てを喜んでさせたのだ。よし、あ、いっていて、いる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 。オッケー。お、解放された、解放された。ウサギのぴょん吉、ぴょん吉じゃないんですけど、助けてあげようか。ようこそ、私の教団へ。Welcome to the 教団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 。なんだこいつ。盗んでやるよ、祈祷をな。服を着なさい、この愚か者。あ、やばいやばいやばい、やばいこっち。あ、なにこれ。はい。お、なにこれ。幸運の祝福、体力回復時、その効果が2倍になる。なにこれ。望遠鏡、マップのすべてを明らかにする。あー、なるほど。して。こうやってなんか言ってたじゃん。はるか昔のこと、この地には多くの神々が存在し、それぞれの神は多くの信者を抱えていた。この満神殿に何が起きたのか、あ、悲しき、忘れることが獣の坂であり、忘れされることが神々の坂である。か
神々はもう嘆いて去ったものかもしれぬ、眠りについたものかもしれぬ、お互いを喰らい合ったかもしれぬ、残った数少ない神々は根を伸ばし巣を紡ぎ、正解を自ら合うように作り変えた。かつてここの多くの神々が何百という神々が住まううちだったのだと、それもはや今や何だったのでしょうか。完成、じゃんじゃじゃん。戒律石を作るには必要な量のかけらが集まりました。戒律石は教団における新しい新教場を宣言する際に必要なアイテムです。戒律石を手に入れた際は教会堂内での講談で新しい教場を宣言しましょう。まあ我々はね、あのこれから鷹になるみたいなことでしょうかね。お、なんか真ん中いる、真ん中いる、真ん中いる。おい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 、なるほど、愚かにも生き残ったというのか、哀れな子羊よ。貴様の嘘が聞こえるぞ。貴様の恐怖が嗅ぎ取れるぞ。赤教官は蘇った。だがその持ち主はなんと貧弱なことよ。ひー、やめてー。何かいるよ。くだーい、獣よ。そんなと当たりもざく混沌の渦からこちらへと一歩踏み出すのだ。頭のてっぺんから足の爪先まで観察させておくれや。そんなとの双肩こそ恐ろしいないが、永久にも思える何百年という歴史の重みを背負っているようだな。だがなんだこれは、そなたに見かけは当てにならないな。扱う主のいない武器の価値などに荒らす。敵を殺し、誉れを守り、鎖を壊す。それが武器の本懐だ。トアの犬、トアの穂村によって鍛えられた鉄の武器の一つ、そなたの王冠にその姿を取らせるがいい。そいつうまく使いこなしてくれ。約束されし、解放者よ。ドキドキ、私の武器に話しかけるんだと言っても議論もしないがね。言葉による相互理解が不可能なため、頼みの綱は一つだけだ。こんな時のために私は鍛錬場の炎を燃やして、もう早く、早すぎるってあなた。いつまで話してるんですか。私はですね、剣が一番合ってますね。あ、なんかリサイクルってあるな。リサイクルしよう。 A few moments later. Let's go. バルファール。おっと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 、ちょっとなんか攻めあぐねてるな。いて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 、貯めると攻撃も、あーやばいな。こう、早くなんのか。あー死んだ。もうむずいって。ですね、畑はですね、畑はね、どっか食べ物の近くにしようかな。ここと、ここ、ここ、ここ、この区画にしましょう。何これ？あ、不衛生な環境が続くと信者に病気がかかることがあります。病気になった信者は死なせないためにはベッドで休むよう指示する必要があります。病には休むことで自然に回復してしまいます。うんち、ゲロ、死体など病気の流行を引き起こす原因となります。掃除や死体の埋葬を行い、病気の流行を事前に防ぎましょう。たまごっちですね。ようこそ。オッケー、従って。名前はね、やさぐれ太郎で。あのね、やさぐれ太郎さん、よろしく。ようこそ、やさぐれ太郎さん。嬉しいね。あはー。レッツ、降壇。王冠。新しい教場を布告する。とりあえず、なんか押しちゃった。かわいい教団の皆さん。お、行きましょう。大焚き火を囲んで踊り、教団の信仰人を。よっしゃ、火を囲め、火を囲め。よし、大焚き火に火を灯し、夜が明けるまで踊りましょう。楽しい。あのね、とりあえず説教タイム。みんなからパワーちょうだい。どうしようかな。
呪い解除。なんか、おー、やったぞー。説教や儀式を行い、信者の要望に応えることで人口を高く保つことができるだろう。だが儀式を行うには、倒した敵の骨を集めなければならない。奴らの死体を破壊し、骨を集めるのだ。古き信仰の知恵と再び向かい、手をした敵から骨を集め、より多くの信者を迎え入れよう。それが終わったら帰還し、この教会堂内で儀式を行うといい。儀式、教会堂で儀式を行うことで信仰を上昇させたり、教団内の問題を解決したりすることができます。行式儀式は倒した敵から得られる骨を使うことで実行できます。異教徒を倒したら忘れず死体を破壊して骨を集め、その骨を使って教会堂で闇の儀式を行いましょう。あれでしょ、集まりでしょ、これやってることやってること集まりと変わんないじゃん。寝床は料理の隣にしてあげよう。こことここ。もうね、私はね、教団のためにはね、寝る間も惜しんで。年齢とかあるんだ。へえ、いっか。あ、説教待ってるんだって。あ、これ3日目とかあんだ。なるほど。はい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 、説教タイム。おはようの説教です。あ、これやべえ。無限に遊んじまう。ちょっと普通に楽しいな。楽しい。楽しいわ。ちょっとま、儀式しないとね。ん、チュルスどうした？偉大なる教祖よ。この教団日に日に大きくなってます。そろそろ名前を考えてはいかがでしょう。それって一体教団にしましょう。どうかしてるんじゃない？設定。それって一体教団？いい響きです。聞いたー。美は真実、死因なる美。何時の心臓について知るべきなの？それだけ。帰り席のかけらと、信者のスキンと、設計図と、タイル。地面のね、地面をちょっと変えますよ。おー、集めるの楽しそう。うい、助けてきましたよ。これ何ですか、この子は。よっ、私の仲間になりなさーい。お友達にならんやん。オッケー、よし、気合い入れていきますよ。よし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 。オッケー、毒めっちゃいい。よし、よっしゃ。これがベリーの種、木材、金塊か。金塊もらおうかな。よし。あ、今日の説教待ってる？じゃあ行こうか。神ゲーだ。信者の召使いになるなどという過ちは絶対に起こすなよ。奴らはお前に利用される存在なのだぞ。奴らの信仰者の資源であり、黄金のように使うべきものだ。優しくすれば奴らの信頼など好きなだけ簡単に取り戻せるのだから。信仰心を糧に力を蓄え、非道の限りを尽くせ。奴らの意のままに操るのだ。軟弱な者どもの思考を読む力を貴様に授けてやろう。思考の読み取り、信者に確認。お、マジで悪い悪い悪い。あなたが司教場を占禁したことで新しい信者アクションがアンロックされました。このアクションには信者にインタラクトした際に使用できます。ダッサー、名前変えて。